芸術家に時間制限とか俗世間的なことを押し付けちゃダメよな。ダメじゃない。多分ダメじゃない。55秒で書く。ゴーゴーアートスタートです。55秒で書けるのか。そんなのきっと茶番だよ。意味なんてない。曲行くまでじっくり書くのがアーティストのするべきことじゃないか。制限の中にある自由とは何か。不自由の中にこそあるものが自由なのか。こうやって絵以外のところで目立つことして、下手な制作をごまかそうとしてるだけじゃないか。どうなんだい。どっちなんだい。こんな55秒で書いたものなんか売れるわけない。いや、きっと売るつもりもない。自分の制作に真摯に向き合い、時間という負荷をかけ、その中でキラリと光る美しい制作を探す、そういう心持ちで作品と向き合い制作し続ける画家がいてもいいじゃないか。1時間で1枚を仕上げる画家の横でこいつは60枚も描けるんだぜ。もちろん売れるようなクオリティじゃなくても60回のチャレンジは1回の制作に勝てないのか。その経験値は糧とならないのか。そして今彼は何のために絵を描いているのか。ストアあるの知らなかった。お金が貯まったら絶対原画買います。クジラがあったら即買いする。早くお金貯まれ。55秒即買い。クジラ60枚。